理由や経緯の解明につなげたい考えです。岐阜市にある陸上自衛隊の射撃場で3人が死傷した小銃発砲事件で、陸自警務隊は殺人の疑いで送検された18歳の自衛官候補生の実家を家宅捜索しました。親族とみられる男性たちの立ち会いのもと、10人ほどの捜査員がおよそ3時間かけて関連資料を押収しました。候補生は4月に入隊するまで実家で生活していて、押収した資料から事件の動機につながるものがないか調べる方針です。